はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクション、サガ3完結編ですね。今回で完結させていきたいと思います。ラグナ戦になって、まあ前回ちょっとね、かなり初手で負けてしまったので、一応編成ね、ポルナレフを獣人にしてヒットポイント高めたのと、あと素早さが高いんで、まあ、これでね、ヒール、ヒーラーあたりを安定させていければなと思います。まあ、ミルフィーよりは速くなってるんで、92。で、93。で、ルキフェルの方が速いっちゃ速いんだよね、96あるから。まあ、ここら辺のね、微妙な数値が多分結構関係してくると思うので、まあ、これでちょっとラグナ戦挑んでいきたいと思います。回復魔法のヒーラーとかって割合回復なんで、別に、魔力とか関係ないっす。ヒールが 30% で、ヒーラーが 60% 回復かな。固定回復なんで、まあ、別に種族が変わったとしても、特に問題はないということで。で、やることは、まあ、ちょっと一緒 で、ただダメージは少し与えていきたいんで、サイコガンソロモンソードに変えて、で、賢者の杖も、まあ、せっかくなんでね、草薙の剣使っていきましょう。これで聖剣4本。からの、まあ、ヘイスト。でまあ、はっきり言ってプロテスはね意味ないんで、読みの波動が軽減できるかって言われると軽減できるわけではないので、攻撃しておきましょう。で今回本当にラグナ倒すだけなんで、ゲーム速度は普通にしてあります。多分速攻で終わっちゃうと思うんで、まあ、とはいえ1090も強いな。やっぱり聖剣は強い。普通に草薙の剣807。そっか、獣人になってるから攻撃力上がってるのか、単純にこいつは。まあヘイストかけつつラグナになるまでやっていきましょう。というわけで、ラグナ戦ですね。確かに強かったよ。で攻撃して、初手は攻撃でいいと思うんだよね。全員なんかステルスバリア使ってくるから、まあホーリーでいっか。でメビウスバリアでしょ。エクスカリバーは1500くらい通るん で、ポルナレフは800か。まあやっぱりだいぶ減るな。ホーリー500。草薙の剣も500か。なんか魔法使っても変わんなそうだな。やっぱりこの人間組が強いね。ヘイストかけただけあって。で、そこから次をどうするか。ポルナレフは早いはずなんだよな。先手を結構取れるんで、あ、予備の波動か。予備の波動はもうしょうがないよね。あ、今度は生き返らせる方向で。ポルナレフは攻撃しておいて正解だった。これ死んだけどさ、そういえばヘイストとかどうなんの。効果切れたら悲しいよな。でここは魅力だけかけておいて、で予備でヒール、でステスロスが来ました。キャー、やべ、最悪のパターンだ。一体ずつ死んでいく。ベビューコー550。じゃあどうする。デイズでしょ、で攻撃でしょ、で完全にヒットポイントを回復させよう。エリクサー使えるかな、ちょっとやってみよう。でポルナレフの方が早いでしょ、それはそう。よし、 OK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 。 メザが来ても耐えられる。よしよしよし、590。めちゃ食らったな。自己修復アヌビス、そんなに回復するんだ。ポルナレフがだいぶ素早さ早いからね。で魅力で回復させつつ、回復優先ヒールで、OK、まずヒーラーで、これで全開になったでしょ。まあまあまあ、しょうがないしょうがない。で魅力で生き返って、でマグマ、マグマめちゃくちゃ食らうんだよね。違ったっけ、アシュラか。アシュラも使ってきて、アシュラが500くらい食らうのか。自己修復、次結構攻撃に転じられんな。攻撃でポルナレフも攻撃しよう。
でヒーラー砲撃ヒールマグマ600大丈夫1400大丈夫だ。ヘイスト切れてねえわ。戦闘中は効果がかかる感じか。でミルフィーのヒーラーで多分全回復した。メビソは550固定だね。まあ550はそれなりだからな、役には立ってると思う。ぐおー死んだ。まあ、いくら中陣とはいえ読みの波動耐えらんないからね。990ボルナレフだ、ボルナレフじゃない、ボランジュだったら耐えられるんだけど、ちょっと950だったら無理。でここは弥勒使って、で一応ヒール、これは崩さず。まあ早い時と遅い時があるからね。ラグナの行動巡視でアシュラ来た。これはちょっとポルナレフもヒールに走る。ていうか俺も万全を期して、ちょっと万全を期そう、万全を期してヒーラーかけて攻撃して、ヒーラーかけてこう、俺の方が早いから。うわリュウが一番早い。ただミルフィーやられるとね、こうアレイズ的なものが一人しか使えないから、ちょっと立て直しに時間がかかる。確実に行こう。じゃあここもレイズ一番早いリュウでやって、でこのナイフはちょっと弱いけど攻撃する。でまたエリクサーでミルフィーで早いでしょ。でそれもそのここで使っておいてもよかったか。ラグナに先手を取られたらちょっとミルキー危なかったね。まずいくつか、まあ、100か、てか51だし全然弱えやん。で次もちょっと攻撃に転じよう。ヒーラーのヒール、ボルナレフがね攻撃に参加できるんで、まあ、800だいぶ稼いでくれるよ。これで一応全回復して、まあまあまあしょうがない。だいぶ気分屋だなラグナは。読み波動きた。ボラージュはもうマジで耐えられるからな。ちょっと最悪ボラージュ死んでもいいから、全員攻撃に転じよう。全員っていうかボラージュ以外、ボラージュは自分でケアルガ。ミスりやがった。一旦立て直した。うおー死流、しょうがない。草薙の剣500ステスロスのメビウスほど大して変わんない。多分この2人は先手取れるから回復を取る意味はないでしょ。で弥勒かけておいて、こいつは一応ヒール。うわー来たね。まあ、ちょっとは回復できるからヒールで。うん、まあしょうがない、全開にはならないけど。これで次アシュラは先手取られたとしても多分耐えられるはず。645、あーミルフィが死ぬな。ちょっとミルフィーが死ぬんでヒーラーかけておくか。で攻撃で自分がヒーラー攻撃ヒール、よしこれで完全に持ち直したでしょ。あーマグマか、危ねえ。マグマは足してくれないからね。アシュラが強い。やっぱりあれ、これはもう完全持ち直しか。大丈夫だ。でも浅胸やっぱりヘイストはかけておくと全然違うからね。てかヒットポイントあるよな。
どうする？ちょ、ヒーラーだな。これは崩さず行こう。おお、メザ。稲妻。これボランジュだけやたら食らうやつだっけ？そうだよね。ただ全回復は取れるんで、でこれでね、多分耐性が下がったはずなんで、メビフォー550、耐性が下がったはずなんで核爆弾が効くと思うんだよね。これなら核爆弾でいこう。でヒーラーとあれは変わらず、あのマーク600、大丈夫、いけ。核爆弾、この世を破壊する。1750杖倒れた。最後か、兵器の力で倒した。核爆弾粉々に砕け去った。3750、経験値くれんだ。珍しいな。ゲーしかもアヌビスに変化したし、ルキフェルに変化したし、もう別に戦闘ないから。あ、ここ早送りができない、人間ごときに。まあとはエンディングになるんで、ちょっとエンディングを見ていきましょう。あ、こっから水がめが出てたんだ、知らなかった。そういう穴だったんだね。なんでステスロス毎回なんかぶっ壊れてるよな。ステスロス壊れてなかったし、あ、やっぱ壊れたわ。そう、これシリュウさっきちょっと喋ったけど、ポルナレフとミルフィーは全くセリフないんで。細胞なんてどこへ持ってたんだよ。
というわけで終わりかな。あ、終わったね。これにてサガ3完結編完結となります。まあ、一応感想としてはまず一つ、エンカウント率が異常に高いよね。これ結構ねストレスになるんですよね。で、あと時空世界あたりからボス戦が結構きつくなってくるんで、まあ、ヒールとヒーラーは必須かな。結構パターンがね同じになって、ヒールヒーラーで回復しつつなんか攻撃していくっていう、まあ、ワンパターン戦法には、なってしまいましたけど、まあゲームボーイ版でね、なんかここまで世界を作れるのはさすがだと思います。なんかサガ1でも似たようなこと言いましたけど、やっぱりサガシリーズは、面白い作品でありますので、まあね、皆さんぜひやってみたらいかがでしょうか。ということで、サガ3はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。